中華式に調理した肺骨肺骨は中国語で豚などのスペアリブ、すなわち骨付きバラ肉の意味。展示で豚のバラ肉に卵と小麦粉の衣をつけて油で揚げた中華の肉料理を指す。欧米ではポークリブと呼び、ソースを絡めてバーベキューなどに用いられることが一般的である。青森県三沢市ではこの部位の軟骨をパウカと呼ぶ。 豚のスペアリブを食べやすい大きさに切り、食塩、砂糖、酒、ごこ粉を混ぜたものに漬け込んで下味をつける。30分ほど漬け込んだら、溶き卵と小麦粉を混ぜた衣をつけ、きつね色になるまで油で、からりと揚げる。油で揚げてから、さらに醤油味のタレで煮つける場合もある。また、スペアリブ以外に、 豚バラ肉やロース肉を使って作ることも多いが、本来の意味からすると、肺骨とは呼べない。片栗粉でとろみをつけた、醤油味のタレとともに白飯に乗せたものは、肺骨飯、醤油味のラーメンに乗せたものは、肺骨麺あるいは肺骨ラーメンと呼ばれる。そうじて、台湾の肺骨麺の方が、日本のものよりも、肉のサイズが大きく、また通常骨がついたままの肉が提供される。 日本のものは台湾と異なり骨なし肉で供されることが多いほか、家庭で作られる際は生のスペアリブの入手性から前述のように他の部位で代用されたり、惣菜等で既製品の揚げ物の豚肉で代用してしまうことすらもある。沖縄では肺骨を早期と呼び、沖縄蕎麦の早期蕎麦と台湾の肺骨面の肺骨は類似している。台湾では 肺骨飯が駅弁としてよく売られている。北米の中華料理でも骨付豚バラ肉ポークリブスは定番メニューだが調理方法が異なっている。北米の中華風ポークリブは揚げずロースとしたポークリブに甘辛の中華風バーベキューソースを絡めて作る。白飯の上に揚げた肺骨を乗せた料理、チハイハンとも。台湾では飲食店のほか 大鉄便等での販売が有名であり、携帯便等やロニク便等と並ぶ観光客向けの定番人気商品である。ありがとうございます。